ん、こんにちは。かなでーす。ピーン。はい、ということで、今回はピン動画なんです。ごめんなさい。なんかそう、合わなくて、かなとのまの予定が。今回初ピン動画、かな前髪長いじゃないですか。いつもこうやってちょっとズワッてやってるんですけど、たまに、なんかちょっとアレンジしたりするんです。前髪をちょっと上げて。その、たまにある、前髪のヘアアレンジを今回紹介していこうかなと思います。それを3つくらいと、カナが友達にやってあげてたりするんです、髪を。で、自分じゃなんかやったことないので、ちょっとそれに自分でチャレンジしてみようかなと思うので、計4つ今回はヘアアレンジを紹介していきたいなと思います。やっていきましょう。1つ目はまずここ、前髪を、こうやって、指で、くわって、ちょっと、雫型じゃないけど、そんな感じのイメージで、前髪取っていきます。リスキンとなんかやりにくいので、程よく取ります。で、こんな感じ、取ったら。うん。で、ゴムあるでしょ?チビゴム。チビゴムで、結びます、前髪を。で、この時に、こうやって結ぶんじゃなくて、ちょっとこう後ろに髪をの流れを持っていきながら髪を向けてやった方がやりやすいと思います。はい、結ぶじゃん。で、ギュッてやんなくていいです。まだギュッてしないで、むしろちょっとゆるくしてください。モフモフみたいな感じにして、次はこの真ん中に指をブスって刺していきます。そしてパカーンってします。ね、不安になるでしょ。その輪に、ここの、ちょろんってなってるところを、前からくるんって、後ろに。ほれ。こんな感じ。そしたらさ、こうやってねじねじってなるじゃないですか。最後に、ギュッて。しちゃえば、こんな感じです。グラリンパ。なんかちょっとここがボコってしてるような、前髪のアレンジです、これは。簡単。すぐ終わります。慣れちゃえば。二つ目のアレンジ紹介します。で、さっきより大きく撮ってます、これは。シュッ、シュッと。で、今回は、ちょっと横目にかなは結んでおります。こんな感じ。なんか横にこう倒して結んでる感じです、これ。はい、完成。うん。なんだろうね、これ。はい、三つ目いきます。ツインテールじゃないけど、ツインテールみたい。まあやっていきます。まず前髪は相変わらずガバッとします。で、次センター分けにします、ちょっと。真ん中からピューって適当にポッと。まず最初、こっち側の髪。耳ぐらいのところから、ピュー、ピューってこう、正方形をね、こうイメージして、取ります。で、ちょっと取りすぎだなって思ったら、ちょっとピューって。こんなもんです。これで、こうやって。ツイン的なね。これは斜め右後ろぐらいの感じでに髪を持っていきながら結ぶといいです。こっち側、右側はね。で、ここ真ん中にぐさって輪っか作ります。で、前クルリンパウォーッとします。で、ギュッてします。はい、こんな、うん、こんな感じ。これを反対もします。はい、整えてこんな感じです。これが3つ目。難しい、おでこ。3つ目です。ちょっと猫耳じゃないけど。はい、じゃあ次は4つ目のちょっとチャレンジしてみたい前髪をやっていこうと思います。ちょっと取って、これぐらい取って、こう、後ろにこう回す感じ。こうやってちょっと、こうやってねじります、もう。一回ね。で、途中までねじったら、このさっき今取ってる束の一個後ろの辺の、で、同じぐらいの、これぐらいですね。こうなってます、今。こうなってます。で、これを合わせて、こう、ねじねじします、一緒に。ねじねじ。で、次は、
下取ります。これからこんな感じで、それを一緒にネジにします。なんかまとめて一緒にくるくるしていけばいいです。はい、で次ここね、ここ取ったじゃないですか。この下取って、はい、合わせてネジネジ、これから耳にかけてちょっと最後ネジネジして、そしたらこのくる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 した髪を止めます。ちびゴムで止めて、でちょっと緩んじゃうんで、もう一回ちょっとネジネジして、まあまあできた。なんかちょっとここにくるっていうのがいる感じ。はい、ということでなんか一つでもをちょっとやってみようかなみたいなのがあったら、ぜひやってみてください。はい、ということでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。以上です。またね。バイバイ。